やっぱりこう、なんだろうな、やっぱりこう、すごいですね、やっぱ調整の仕方がそうなんでしょうね、スティール換気で調整してるからなのか。さあ、松本めぐみ選手が先行取ったゲームですね。あ、HDF あれだったでしょ？定員で入れなかったんでしょ？定員オーバーで。すいませんね。かなりね、かなりこう、応募が多かったんで。そうですね。あのダーツすれば、多分優勝は確定とは言えませんけど、上位には来ますよね、間違いなく。さあ、松本選手。さあ、点取りがまだうまくいってない感じしますね、お互い。さあ、まだね、お互いこうダーツが暴れてる感じですけどね。311から、291から。おーっと、ここで140。さあ、100取って追いついていく。ついていく川端選手。231から。これ19いってほしいですね。これだと上がり目が出てこない。さあ、そして227残りに対して171残り。111から91から17、74残り。さあ、227、これもしっかりとね、20ライン、もう1本。あっと、これで26で上がり目出せず。さあ、74、14、18とか。そしてアレンジからの20ダブル。決まらず。あっと、
さあ、そして さあ、ぶつけたら入りそうですけどね。ああ、動いたらよかったですね。そうですね、近藤選手と鈴木みくる選手の試合は鈴木みくる選手98ですね。近藤選手も80って言うんですけどね、80全然悪くないですけど、内に入れて5ダブル。さあ115残り。で、松本めぐみ選手ってソフトの頃ってほぼ体動かなかったんですけどね、やっぱ結構今ちょっと動いてますよね。さあ15、あっと、ちょっと待って、これトリプル入ってますよね。あっと、もったいないですね。止め。さあ、まずは松本めぐみが先行のダーツをキープ。さあ、これベスト4の試合なんでね、勝った方が決勝進出。おっと、140スタート。まあ、松本めぐみ選手もね、ちょっと得体の知れないものを持ってますんでね。いやー、20トリプルめちゃめちゃ合ってきましたね、これ。めちゃめちゃいい感じになってきましたね、松本めぐみ選手も。あと、すすきのはですね、これ結婚式ですね。結婚式です。さあ、しっかりキープ。今新婦が投げてますね、これね。っていうのは冗談ですけど、今これ大会中ですね、北海道。大会かぶってて、で、大会中にこうイベントやって、この D ツアーウーマンやっていいですかって話だったんで、まあそれはもう全然選手支障なければいいんじゃないっていう話で。さあ、そして100取って120残り。いいですね、本当に松本選手もいいですね。さあ、しっかりキープ。120残り。さあ、20ラインですね。100からの、おっと、そして20ダブル。これ上がってくる。恐るべし。
やばいっすねー。いや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 、これやばいっす。15ダーツ。いや、狙ってきてますね。なんか合ってきましたね。バシバシと。少しね、削りの方が、横ずれちょっと多くなってましたね。松本選手375から、さあ100取って275っていう数字が作れればいいですね。さあそして、350から。あとここもロースコアで330から、松本めぐみ選手。そして290から、あとこれもったいないですね。1にずらさず20ラインで270という数字が欲しかったですね。289残りから、なんかね、本当こう面白い試合が続いてますよね。トリプル捉えて300303残り259から。さあここ大事ですね。99欲しいですね。さあ198から、183から、5に入れて178残り。さあここ20ラインで、しっかり20ライン。さあ178残り。
158から。さあ100234、これも2019ブル、トリプル入った。174から、154から。133残り。ちょっとね、このラウンドちょっと松本選手おかしいですね。ちょっと投げ急いでますね。153から、133から、うん、さあここもロースコアで111残り。91残り、17からですね。うん、そして89、19に戻る。さあ127残り。さあ107から、そして88、20に戻る。あ、19に行く、あ、16に行くんだ。ナイスですね、ナイスアレンジ。ちゃんとアレンジ分かってきちんと16狙ったんですね。ん、13に行って、6に入った感じ。23残りですね。まあ7でいいと思いますけどね。ミスしても19。6からの16で13ですよね。でもう一本5ですよね。あ、12いったんですね。松本選手もね、ちょっとアレンジちょっと勉強した方がいいですね。アレンジプラス暗算。さあ20ダブル。何なんですかね、すぐマスク上げたの。ああ、そっか。いや、本当腕の振りがすごいしっかりしてますよね。さあ、そしてI'm
さあカバーしてきます。60をねしっかりカバーしてきて、さあお互いねちょっと厳しい時期ですよね、厳しいこうタイミングですよね。287から。252残り。203残りから。さあ203残り、さあ60取って143、100取って203。さあ21から82残りで、このままこれ18ですよね。さあトリプル捉えて124残り、171から151から131から、まあいいキープですね、いいキープです。111残りに対して124残り。さあここですね、20からですね。そして104、18チョイス。さあそして104残りで92残りで20に戻る。111残り、どういく20からで91残り。さあ17、そして14、85残りですね。19、15からいって75残り、ブル、あっと25の、あ、これですね。さあ73残り、さあ73残りですね。19から、そして20、さあこれ4ダブル決めたいですね、決めそうですね。
あっと大きく打ち、さあ33残り。1からの16ダブル。さあこれで 2-2 追いつきました。そして最終レッグは松本めぐみ選手先行のゲーム。ダブル強いですね先ほどから。さあしっかりまずキープ、ナイススタートですね。さあ100取ってきます。さあここ大事ですね、60絡めて大きく削りたい局面。少しねキープ OK だったんですけど、少しズレが大きくなってきましたね。松本選手横ズレがちょっとすごく多くなってきました。さあどこかでね大きく削りたい局面になってきました。ダブルですね、210からもう一本入ってきた。そして170ですね、もう一本20、100取って150残り。ちょっとね松本めぐみ選手ちょっとコントロールが効かなくなってきてますね。さあこれはちょっとチャンスですけど、1から149から144からの15に入って129残り。さあ234残り、トリプルから来る174から154で上がり目出してきます。さあここで95点削って139残り129。さあ川端選手19からいってサイドですね、126残り
123残りからさあどこに行く。139残り119ですね。104残り。15ですね。89、そして70残りを10、18で60ですね。川端選手もね、アレンジもアンザも早いですよね。そしてワンチャン来ましたね。80残り20ライン。アレンジからの20ダブル。あっとここもミス。そして15でアレンジして40残りで相手に回すことになります。さあそして決勝進出への20ダブル。さあ10ダブル。あちょっと今のは力みましたね。さあ少しね途中からダーツがちょっとコントロールできなくなってきてる松本めぐみですが、やっぱりねこう長丁場なんでね、この中で右往左往してる感じがしますけど、さあ来ました。やっぱりスティールダーツのねこのまだこう流れがあっと、さあ7ダブル。そして松本めぐみ選手が7ダブルを決めて決勝進出。